よう、来たな。やつならまだ充電中だ。満タンになったら食ってやろうと思って待っているところさ。いや違うな、本当はお前が来るのを待ってたんだよ。思い出したんだろう、あの時のこと。笑えるよな。
俺超ダセーでやんの。お前らを守るとか言ってさ、本当はただビビってさ。あいつ、あ、アラタさん、お前あの時ユーゴを助けようとしてたよな。ありがとな、俺の親友のためにさ。けどよ、悪いな、それ俺の役目なんだ。ようやくそいつが果たせるとこまで来たんだ。そのために食って食って食いまくって、だから俺の邪魔をしないで、俺の前から消えて、そんでもう一度やり直させてくれ。俺の惨めな姿を見たのも友達だろ。だからさ、お前の力を俺にくれ。食ってやる。お願い、彼を助けてあげて。私の時も助けてくれたじゃないですか。このままじゃ新さん、あまりにも。何を躊躇する？不安なのか？自分一人でできるのか、自分の声が届くのかと。あまり自分と彼を見損なうな。必ず届くさ。なぜなら君たちは友なのだろう。
何しに来やがった。まだ俺のみっともねえ姿を見足りねえのか。お前はすげえよな。いつだってまっすぐに正しいことができるんだ。でもな、俺はそうじゃねえんだよ。なりふり構ってたら何にもできねえ。またダチを助けられずに終わるんだ。かっこ悪い。バカだよな。電脳世界だから現実じゃないから、ユーゴはきっと無事だ。そんなわけねえって、あの光景を最後まで見てた俺が一番分かってたのにな。スエドを恨むぜ。こんな大事なこと忘れさせやがってさ。人のせいにすんのもみっともねえな。どんなことがあっても忘れちゃいけなかったんだ。ユーゴを置いて逃げるって決めたのは。うるさい。俺に構うな。説教も慰めも聞きたくねえ。他にどうすればよかったって言うんだよ。なんか方法があったか。俺みたいなガキがスエドのような天才にかなうわけねえ。尻尾振ってでも力が欲しかったんだ。ユーゴを救うのに他にどうすればよかったんだよ。こんなざまでどの面下げてお前らに会えば。帰れねえよ。すごい奴だな。俺に構うなって。お前なんで連れ戻した。俺はあのままでよかったんだ。好きにやらせてやれ。くそ、余計なことしやがって。何なんだよお前。意味わかんねえんだよ。なんとか言えよ。なんともないって、今体が。あれ。間に合わなかった。いや。へい、おむさ。みんなのアイドル、あっ。